い、ありがとう整体の、平野です。まあ、今回ね、O脚だとかですね、X 脚だとか、外反母趾のね、まあ、理由、になるのではないかという話なんですが、内臓が潰れて、ねじれて、脳がねじれる、これを、肘でね、こう頑張るっていう、この、守るためのシステムもあれば、内臓が下がっていく、この方向ですね。内臓が下がっていけば、膝の外にね、力がこう入ってきます。でもこれのままだとどん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 潰れていってしまうんで、今度は膝にすごい力を、こういう力を入れてなんとかこれをね止めようとする、これが守るための、システムが働く、そしてそれでも、どんどん下がっていってしまったら今度は、外反母趾ですね、この、中足骨とか、指でグッてこれ止める力をね、入れる。そうやって考えると、最初は O 脚、そして X 脚、そして外反母趾。こういう流れでですね、とにかくこれは内臓が下がってねじれていくのをなんとか、ブロックするためにある、緊張で、あるので、これをですね、小手先でね、こう調整するのではなくてですね、まずやることは内臓がやっぱり下がっているのを上げてあげること、そして、こうなっていると内臓下がってきちゃうんで、やはりこの腕の巻き込み、腕の緊張をやっぱり取っていかなければいけない。ですから上の、守るための緊張、そして下の守るための緊張をね、うまく取ることで、こういう方向が、まっすぐの方向になればですね、形は変わらなくても、例えば痛みが、膝の痛みが取れるだとか、外反母趾のね、すごい強い痛みがですね、形は変わってないのに、痛くなくなったという人を今例はすごくたくさん見てきたので、そういった形の中で、今回の守るためのシステムで、O脚になっている、X 脚になっている、外反母趾になっている、そういった理由になっているなというのは、実感、私は実感いたしました。よろしくお願いいたします。